こんにちは、あるいはこんばんは、ゆあんど院長です。はい、本日はですね、そう、マシュマロにシコシコと答えていきたいということで、これがさ、ここ悩むんかいっていうことですよ。質問の方を読んでいきたいと思います。動画拝見しています。いつもお疲れ様です。人間関係のせいか、日頃の蒸し暑さのせいか、ご飯が美味しくなく3時間ごとに起きてしまう状態になっています。1週間で3キロ落ち、 BMI は18を切りました。モチベーションの上げ方を教えてください。20代女性からの質問ですね。もうさ、まあ人間関係のせいかもしれないけど、飯が美味しくないというのは、まあ、夏バテ疑惑ですよね、これはね。はい、1週間で3キロ落ちた、羨ましい。皆さんはひょっとしたらね、理解していないかもしれないですけど、僕ってガリッガリになりたいんですよ。ガリッガリに。はい、でね、仕事、この仕事をする上では重さは武器なんですよ。90キロちょっとあるんだけど、重いから施術が簡単にこう決まるんだよね。で、俺の場合、白筋っていう、まあ、白筋ですよ。要するにボディービルダーがつける筋肉みたいなのがつきやすい体質なの、そもそもが。だから動いてて筋肉ついちゃうのね。で、いつの間にか、この仕事を約20年近くやっておりますけれども、いつの間にか、総合格闘家みたいになっちゃった。いつの間にかだよ、本当に。昔はね、高弘みたいな体型だったんですよ。すっごい昔は。それこそ28くらいの時は。で、西川口に、こう、勤めてた悪魔整体のね、支店で、西川口支店で、こう来て、この街がさ、もうめちゃくちゃな風俗街で、お客さんも風俗の女の子ばっかりと。みんな1000万プレイヤーばっかり、年収。だから月100ぐらい稼いじゃうから。で、それで、その子たちと、ね、俺まともにお金もらってなかった、給料。で、そしたら、まあみんなが飲み行こう、食べ行こう。ね。寿司、焼肉、ラーメン、寿司、焼肉、ラーメンみたいな。そんな生活をしてて、その脂肪でまずドカッと太って。で、その後、こう、それはもう、そのお店の西川口店っていうのは5月半ばにオープンして12月でもう俺が辞めて閉めてるんだけど、その間にめちゃくちゃ一気に太ったわけ。こうさ、今こうメガネ普通にこう乗っかってるけど、これ全部めり込んでたからね、うん、そのぐらい全部パンパン。ほんで、まあ、店出してちょっと離れたところの家だったんですよね。あ、仮住まいでしたけど、そこからスケボー通勤をするようになって、でそれで一気にストンと5キロぐらい落として、だね、98キロぐらいになっちゃったんですよ、一気に。70キロからスル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 って太っちゃって、で しかも結構ブヨブヨ系で、でそんで落として、でそこからちょっとずつ落として、また今度仕事を自分で開発したのがかなり筋力を使うのだったんで、それでどん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 筋肉が大きくなってきちゃって、で、誠に残念ながらこの体になってしまったんです。そして僕はよく言うんですよ、夏になると。まあ一番嫌いな季節が夏なんですけど、一度でいいから行ってみて。夏バテでご飯が喉を通らないと。っていうぐらい、食欲落ちたことないのよ、夏に。それでね、1週間で3キロも落ちるんで、自動で。もう羨ましいよ。上がったかい？モチベーション。上がったかい？誰か助けて！羨むよ。健康的な痩せ方じゃないかもしれないけども。羨む。羨ましい。ただね、まあ、問題はね、このね、睡眠ですね。3時間ごとに起きちゃうっていう。これはね、もうストレスが自律神経まで回ってますね。はい。これ良くないです。ぐっすり寝てほしいです。で、僕もね、こう、動画の編集をさ、携帯でこうやってるじゃない。で、こう撮影とかもさ、めちゃめちゃさ、ライトを焚いてやってるからさ、もうめっちゃ目ピリピリするんですよ。そんで、結構寝つけないな、みたいな時もあるわけよ。で、あとなんかこう、
釣りに行く前とかに酸素カプセルこう入ってちょっとでも寝てこう回復させるんだけど、興奮状態だと寝れないじゃん。それでもちろんね、俺だってストレスあるからさ、あのチルアウトっていうジュースを飲むんですよ。あのヘンプシードが入ってる CBD 今流行ってるでしょ。あれが要はその自律神経のオンオフを整えてリラックス、強制リラックスですよ、反強制リラックスさせちゃうのね。で、まあそれは最初このね、本店の下に売ってんだよね、自販機で。でそれは最初ね、そういう形でリラクゼーションドリンクって形で売ってたんだけど、今それのさらになんか瓶のやつ、睡眠特化版みたいのがあるんで、まあそういうのを飲んで寝るっていうのがいいかと思います。そしてまあやっぱりこれもよく言われる話だけど、その睡眠の数時間前はもう携帯とかパソコンとか絶対に見ないということです。はい。まあちょっと気になるのはね、この人間関係なんですけど、これはこれの内容が細かく言われてないので、モチベーションをどう上げたらいいのかなっていうのはちょっとここが詳しくないのでわかんないですけど、痩せていけるということ、それはもう羨まれる存在ということ。あなたは今とてつもなく僕に羨まれてる。そして多分これを見てるダイエットに苦しんでる人たちからしても羨ましいと思ってると思う。かなりの痩せ型になったってことでしょ。だってこれすげえ羨ましい。本当もう寝がわくばガリガリになれたら、俺もう整体引退したら一切筋力使わないって決めてるから、もうとりあえずね、もう使わざるを得ないからどんどん大きくなっちゃうんだよ。俺ほんとね、昔さ、ちょっと腹がたるんだなみたいな、まだ60キロ台の時ですけど、ちょっと腹周りがいまいち気に入らないなみたいなので、こうロフトタイプのベッドだったんですよ、実家が。そのはしごがついてる、それで逆さずりになってタオルケットとか痛くないように巻いて、で腹筋10回もう1週間でも終われてくるんですよ俺。で頑張ればすぐいけるんだけど、結局でっかくなっちゃうんだよね。でこのでかさを縮めるにはもうほんと使わないしかないし、極限まで、そんなんつうの、ダイエットを極限までやるしかないっていう。筋肉が削れないと縮まないんで、もう脅威113だよ、脅威の脅威だよこれ。113、どうやって服選ぶのこれ。結婚式とかでスーツ着なきゃいけないから、スーツをさ、そんなんさ普段めったに着ないんだから、吊るしでいいんですよ。そしたらもうお店の人に言われるもん、無理ですって。なんかこの脅威に対したら113あったらウエストもっとこんな大きくなきゃいけないんだって、通常だから、まあ、小型のゴリラですねっていうことですよね。ゴリラ用のスーツを作らないといけないって。悲しくなってきた。だからね、今はこう肋骨の矯正とかをして腕とかが太くなってきてからさ、今度スタッフの結婚式があるから、もうそれだけでもう恐怖ですけど、ユワンドのありとあらゆる送信の技術の推移をかけてスタッフに痩せさせてもらってスーツを着るという計画してます。これで夏痩せ切って徐々に健康的に回復したら、あっという間に人の羨むボディだから、それモチベにしていこう。うん、人間関係何があったの、それも聞いてあげるから、マシュマロちょうだいということで、ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。